ヒーローサイド職場体験レッツストーリー。職場体験前日の夜、いよいよ明日から職場体験。ドキドキするな。グラントリノ、オールマイトがあれだけ恐れる元担任の方ってことは凄腕のヒーローのはず。でもいくら調べてみても全く情報がヒットしない。一体何者なんだ。そんなことを考えていると携帯に着信が。誰からって、オールマイト？私が電話越しに来た。やあ緑谷少年、夜分遅くに失礼するよ。どうせ君のことだ、明日の職場体験でプレッシャーを感じているだろうと思ってさ、激励しようと思ってね。オールマイトから直々の激励ありがとうございます。僕絶対グラントリノの下で強くなります。その意気やよし。向こうではくれぐれも失礼のないようにね。絶対。まあ君はその辺心配はいらないと思うんだけどね。オールマイト本当に怖いんだな。あ、はい、気をつけます。そうだ、この間の体育祭、君ならビデオも撮ってもうチェック済みだとは思うけど、かなり学ぶところは多いと思うからよく見ておくんだぞ。わかりました。ちょうど明日の準備もほとんど終わったので、寝る前に一度見直してみます。うん、でも明日もあるから夜更かししすぎないようにね。じゃあ職場体験頑張って、グッドナイト。体育祭のビデオか、終わってすぐに何回か見たけど、もう一度見たら何か新たな発見があるかも。よし、早速。まずは第一試合、ヤオヨロスさんとトコエミくんの試合だ。お互いに自由度の高い個性。試合が始まるまでどんな展開になるかわからなかったな。相手は攻防一体のトコエミさんですが、こちらのペースに持ち込めれば。そうぞ、積極構成が基地か。行け、ダークシャドウ。はいよ。漆黒の闇に染まる。避けては通れぬ道ですわ。レディークラッシュ。はいよ。でしたら、はいよ。はいよ。想像進行のない飛び道具で。ガンシーやめろ。打ち合わせろ。捕らえろ。俺のだよ。でしたら、はいよ。捕らえろ。やろ。でしたら、捕らえろ。でしたら、捕らえろ。はいよ。捕らえろ。でしたら、空中でも。次々と。反転。はい。ひずませる。来い。よっ。もらえる。回れ。死やる。でしたら。暴れてこい。俺。うい。
眺めるやっけえしとめろ俺のだしとめろはいよ騎士この戦いを己の糧に俺のおかげだなエクセレントニューストーリー八百万さん、俺の勝ちだ。そんな、何もできずに、何も。八百万さんは呆然一方か。悔しかっただろうな。想像するときは意識を集中しなきゃいけないから、少しでも隙があればよかったんだろうけど。八百万さんに想像する時間すら与えず、攻め続けた徳闇くん。次はカッちゃんとウララカさんの試合だ。僕がよく知ってる二人だからこそ手に汗握る一戦だったな。ウララカさんの個性は正直戦闘向きとは言えない。とはいえ場外という方向でなら勝ち筋を模索できそうだった。そしてカッちゃん、勝負ということなら女の子が相手とはいえ容赦をしないと思ってた。試合前にあんなことを言ったのをやるからには本気を出すつもりだったからだろう。お前浮かすやつだな丸顔。引くなら今引けよ。痛えじゃ済まねえぞ。引くなんて選択肢ないから。じゃあ死ね。引くなら今引けよ。レディークラッシュ。ああ、こっから。こっから。こっから。打ちまくんだ。ガラーキだ。打撃で打ちまくんだ。これを打撃で受け取れ。打ちまくんだ。ガラーキだ。打ちまくんだ。受け取れ。打撃で打ちまくんだ。で、バッタ。こっから。バッタ。こっから。ひねりがねえんだよ。こういう時こそここ打撃で動いてんじゃねえ。直接相手に触れようとするという作戦を布石にしての攻撃。個性の応用力もすごいけど、カッちゃんに立ち向かうのは相当な度胸がいるはずだ。それを物怖じせずにこなすなんてすご
りだ。かっちゃんも決してうららかさんを見くびったりせず、真っ向から本気で勝ちに行っていた。手加減も油断もしなかった。それだけ認めていたんだ、ここまで上がってきたうららかさんを。2回戦、忘れもしない僕と轟くんの試合だ。試合前に轟くんが話してくれた父エンデバーとの確執、我が子に自身がなせなかった打倒オールマイトを押し付け、自尊心を満たそうとする父への剣を突走を。試合中轟くんは全力を出してくれなかった。否定するなんて言いながら、結局轟くんは自分自身で縛りつけていたんだ。全力も出さずに一番になる、ふざけるなって思った。でもそれよりも僕は彼を、みんな本気でやってる、勝って目標に近づくために、一番になるために、半分の力で勝つ。まだ僕は君に傷一つつけられちゃいないぞ。全力でかかってこい。俺はこいつを、親父の力を、君の力じゃないか。勝ちてえくせに、畜生、俺だってヒーローに。君との壮絶な激闘の果てに敗北。僕の体育祭はここで終わった。本気の轟くん、すごかったな。試
試合の後は本当に悔しかった。オールマイトの期待に応えられなかったから。でも余計なお世話はヒーローの本質だ。そう声をかけてくれたオールマイトの言葉が胸に染みた。この試合での怪我はいつもより重くて、リカバリーガールからは以降の治癒を断られてしまった。これからは負傷覚悟の破滅的なやり方ではなく、別の方法で僕のやり方を見つけないと。次はかっちゃんと桐島くんの試合。この二人は騎馬戦で組んでいたけど、理由は桐島くんの個性がかっちゃんと相性がいいからということもあったはず。桐島くんの個性効果はシンプルで物理的な攻撃にめっぽう強い。ただ個性自体に攻撃性能はないから、そこは彼のフィジカルに依存するはず。一方かっちゃんは個性自体の攻撃性能がつば抜けて高いけど、効果の個性をいかに攻略するかが試合の鍵だった。しゃあ行くぜ、バクオぶっ殺す。やってみろ、爆発三太郎が。ぶっ倒してやるや。俺は倒れねえ。
すがに硬えだけじゃねえな。だが、ほころんで。自身の高い身体能力と個性で押していた霧島君だったけど、絶え間ない爆撃を耐えきれなかった。個性も身体能力の一部。限界はあるのだ。そしてかっちゃんは、霧島君の耐えられる限界を押し切った。落ち着いて勝ち筋を手繰り寄せる判断力。恐ろしい。ここからはベスト4、準決勝の試合だ。残った猛者同士の目が離せない試合が続く。飯田君と轟君の試合、二人は騎馬戦で組み、お互いの情報を持っている者同士だ。機動力が最大の武器である飯田君、彼には騎馬戦で見せた必殺技レシプロバーストがある。僕も間近で見たけど、あれは見てから反応できるレベルの速さじゃない。轟君も飯田君の機動力、そしてあの技の速さを身をもって体験しているはずだ。勝負は氷結で捉え、彼のペースにできるかどうかだと思う。僕は緑谷君のような打ち消しはできん。だから機動力を生かして速攻で決める。行くぞ轟君。レベルの違いを教えてやる。準備はできている。レディークラッシュ。何勝てんだ。氷結聞いてから。まさかくらえ。とっておきの裏技だ。もっと早く守りを。俺の力だ。まさか挽回。左でレスラー挽回。凍結凶。まずは右。左でレスラー燃やし尽くす。挽回。まずは右。俺の力だ。挽回。挽回。まずは俺の力だ。挽回。どうだ。左で熱が。挽回。左で熱が。挽回。凍結と。マフラーが。手加減する気はねえ。うん、勝つだったか。俺の力だ。挽回。イサンの名を。期待に応えるか。ニューストーリーズ。範囲攻撃ばかり見せてたから、こういう小細工は頭から抜けてたよな。警戒はしてたんだが、さすがのスピードだったな。自慢の機動力で懐に入りつつ、速さで勝負を決めにかかる。彼の勝ちパターンには入っていたものの、轟君相手には一歩及ばずというところだったか。それにしても轟君、速さに翻弄されつつも最後まで冷静に局面を見ていた。僕も見習わないと。これで轟君の決勝進出が決まった。
そしてもう一つの準決勝、かっちゃんと徳闇くんの試合。徳闇くんと騎馬戦で組んだ時に聞いた話を考えると、相性的に徳闇くんは辛そうだ。ここまで攻防ともに強力な個性で相手を寄せ付けなかった徳闇くん、ヒーローになってもヴィランとの相性問題はついて回る。そこをどう切り抜けるかが重要だ。そして本人は知らないはずだけど、個性では相性抜群のかっちゃん、しっかりと徳闇くんの個性の特徴をつかんで弱点を効果的についていけるか。ダークシャドウ行くぞ。あいよ、ぶっ殺す。シュラ、いや、あっきらせつか。半端な結果はいらねえ。漆黒の闇に染まる。暴いたんだバーカ。まあ相性が悪かった。同情するぜ。罪だ。参った。徳闇くんも苦手な個性相手に健闘したけど負けてしまった。疲弊を狙って持久戦に持ち込んだのがアダになったのもある。かっちゃんは持久戦も得意なのだ。いくら相性がいいとはいえ、あのダークシャドウの攻撃をさばけるかっちゃんもすごかった。そしてあの短時間で相手の弱点を暴く観察眼も並大抵のものではない。こうして雄英体育祭の頂点を決める決勝戦のカードが決まった。かっちゃん対トドロキくん、戦闘センスと強力な個性、どっちが勝ってもおかしくない二人がここに揃った。雄英体育祭決勝戦、レッツストーリー。いよいよ決勝戦、トドロキくんとかっちゃんの試合だ。ここまで勝ち上がった二人、最後までどちらが勝つのか予想がつかなかった。まずかっちゃん、身体能力や反射神経に加え、個性は攻撃以外に空中での移動まで可能にする。うららかさんとの試合で見せた超火力をやっぱり狙いに行くのだろうか。そして轟くん、氷結だけでも攻撃と防御に隙がない。その上左の炎熱まで使えば攻撃のパターンは計り知れない。
てめえの家事情も気持ちもどうでもいいから俺にも使ってこいや、そっち側そいつを上からねじ伏せてやる。そんで俺がトップだ。ナミプ野郎は死ね。悪いが負けねえ。レディークラッシュ。やってるのか。何だ。俺の力だ。火炎で。なめんな。燃やし尽くせ。しまくんだ。これ。体育祭は終わりを迎えた。堂々の1位はかっちゃんって言ってもいいのかな。選手宣誓は有言実行となった。決勝で轟くんと完全決着とはいかなかったものの、その強さは追随を許さなかったことに変わりはない。こうやって冷静に分析しながら見てみると気づくことが多い。かっちゃんやみんなは息をするようにできていることが、僕にはまだ使うって意識がある。オールマイトから受け継いだワン・フォー・オール、少しでも自分のものにするんだ。ここから。すみません、雄英高校から来ました、緑谷いづくです。よろしくお願いします。これはいつかのある日に行われたかもしれない戦い。僕たちは行くんだ、さらに向こうへ。レッツストーリー。これは過去か未来か
どこかで行われたかもしれない話。生徒とガチ戦闘たら何年ぶりかな。どれさあ、集大成ってやつだ。見せてこい。私たちが行く。全力で乗り越えろ少年。強敵だ。気引き締めていくぞ。うるせえ。分かってる。絶対勝つ。行こう。さらに向こうへ。本気で行きます。ウェルカムだ。レディークラッシュ。これで雨とつなぐ。この勢いだ。いいね。レッツゴム。この勢いに。いたたたた。いいね。ああ、いける。うっ、どうした？まだだ。これ覚悟はいいか？本当だ。つなぐ。この勢いで。みんな。受ける。この勢いで。いける。いけるか。いいか。いけるか。いいね。どうして？過ぎたかな。まだまだだな少年。Again!
ぶち壊す。それこそがヒーロー。
やりすぎたかな？まだ動けるっ。大した頼んだよ。合理的な対処する。くじと引き締めて、怖い時勝ちに来いよ。燃やし尽くせ。怖いとき勝ちに来いよ。まだだ。何を逆境こそ出会うの最大の勝機。少年、これはレッツストーリレベルの違いを教えてやる。レディークラッシュ。浮かてんだ。根こそぎ。まずは右。いつでもいいんだぜ。だったら燃やし尽くせ。どの程度限界を超えろ。オッケー。OK、私が行くぞ。そこに飛ぶな。レジしてよ。燃えろ。まずは右。どうした？だったら火炎で見り合わせる。まずは俺の力。火炎で、来ないのかな。焼け焦げろ。火炎だ。火炎だ。注意してけ。消えるぞ。引いてつけ。注意。交互に。ネジ伏せよ。行かせるぞ。注意しとけ。消えるぞ。引いてつけ。覚悟はいいか。何や。厳しいな。落下しろ。注意しとけ。消えるぞ。交互に。やるじゃねえか。攻撃は任せろ。いいね。公園だ。いいね。焼け焦げろ。公園だ。いいね。焼け焦げろ。公園だ。泡構成。何や。気にしてらんねえな。どうなっても知らねえぞ。すまねえ、やりすぎた。カンパーク。公園だ。幕引きってやつだ。いいね。やるじゃないか。俺だってこう。今行け。受け取って。いいね。焼け焦げろ。応援だ。いいね。根こそぎ。けじめをつけよう。限界か。来た。
待に応えるか。アメージング。イエーイ！喜べリスナー！これはいつかのある日に行われたかもしれない戦い。